はい、皆さん、イタリアロンバラ州からカンパナではなくてその真似をしています辰本が皆さんにお知らせをします。そうです、カンパナさんにはちゃんと許可を得て、真似をしてもいいということになっております。本当にイタリアロンバラ州に、住んでましてですね、ここに私の家があります。でこの後ろ側はですね、桜の木ですね。まあ、私はミラノからずっと南の方ですね、ピアチェンツァというところ、この大きな町は、まあ、ポー川を渡るとそこからエミアロマーニャ州なんですけども、そちら側に、ね、南側ですね。あ、なんか蚊が飛んできてるね、うん、はい、この2019年12月に下旬、C 国で原因不明の肺炎のクラスターが発生しました。まあ、ここではですね、カンパナさんはやはりいつも新聞を読んで、ニュースをいっぱい伝えてくれてますけれども、まあ、私としてはですね、その裏ニュースといいますか、都市伝説のような、まあ、ちょっと変わったことの方をね、お知らせしようと思います。まあ、そうしないと、もう向こうの方を見ましたら、いろんなことがわかりますから。このですね、2019年12月に、まあ、ある国で肺炎のね、ウイルスが発生したと。そしたら、2020年1月30日にイタリアで、このペケペケペケ感染症が確認されました。でイタリア政府は3月19日新型ペケペケペケによる死者が前日から427人を増え3405人に上回ったと発表。これにより新型ウイルスが発生したペケペケの死者数を超え世界最多になったわけですね。ですから1月2ヶ月ですね。4月11日、今度はアメリカが死者数、イタリアを上回り世界最多になりました。このように時系列でちょっとまとめてみようと思います。そうしないといろんな情報がですね、もう回っております。ですから私もようわからんというようになりましたね。イタリアでは5月4日以降に新型ペケペケ対策の第2フェーズ緩和に入ってきたわけですね。5月に入ってイタリアの段階的解除にいるペケペケ対策14日から31日に延期で、今5月の話をしております。5月14日イタリアの議会でですね、サーラ・クニアル、国がある、まあ、これは日本語みたいですけども、そうではなくて、そういう名字、イタリア人の名字。この方はですね、ベネトの人なので、ベネトの人というのは、ちょっとイタリア風の名字と違うんですね。日本風ですけど、なんか国ある。ペケペケ緊急事態の調査、反対表明。ここでですね、非常に、すごいこと言ってます。次に、慈善事業者の BG さんからね、ここも、はっきり名前言うと、YouTube、削除されることがありますからね、電話がかかってきたときに、ハーグでの人道に対する罪のためのに、国際刑事裁判所に直接電話をかけてください。首相、ね、C 首相に言ってるんですけども、知ってるんですけども、C 首相に電話をするんじゃなくて、国際裁判所にかけてください、と言ってます。ね。同時に弁護士仲間が犯罪者から命令を受けたことをどのように理解するかを教えてください、と C 首相に、首相に訴えた、ということなんです。というか、これは何を言ってるかということはですね、有害ワクチンへの疑い。
有害ワクチン、そんなんあるんかということにね、なるかもしれませんけども、それと、もう一つ、マイクロチップ人体埋め込み計画。これは、ね、もし、陰謀論とか言いますと、ちょっと大変な、あんまりニュースでは言う、あんまりでは絶対に言えません。ね。ただ、イタリアでは2ヶ月も家の中におって、もう、助けてくれ。なんとかしてくれ。ということになってね。だから、ここの家はですね、まあ、そんなちっちゃい家じゃない。ね。まあ、3階建てに屋根裏部屋、みたいな感じ。で、庭。今日ここは草刈りしました。草刈りしました。桜の木もありますし、桜んぼ咲いてたんだけどね、鳥が来て食べちゃうんだよ。もうないけど。何の話しとった。はい。で、ワクチンを入れないと会社にも行くな。それから学校にも行くな。と強制的にされてしまったらですね、受け付けなあかんやないかということになるでしょ、ね、ところが噂によるとこのワクチンにはいろんな物質が入っていて、もしかしたら、自閉症になる子どもたち、あるいはというふうな噂が流れているというだけ、私が言ってるんじゃないからね、人口削減で早くなくなるんじゃないかなという、そういう噂でしょ。だから、まあそんなことは。それからもう一つ。マイクロチップ人体埋め込み計画。マイクロチップを人体に入れて、そして、まあコントロールすると言いますか、人類を、支配する。これは噂。都市伝説というかですね。都市伝説というか。それからもう一つね。ワクチン、マイクロソフトチップと 5G の、アンテナをね、いろんなところに設置しよう。もう見えないところに。例えば、病院の中とか、それから教会の十字架の後ろとか、マンホールの下とか、もういろんなところにある。この通信電波はミリ波と呼ばれ、30から300ギガヘルツの電磁波、人体に害があるか。と、まあ、こんな、段ボールのね、紙に書いて、ごめんなさいね、本当に。はい。まあ、そういうことで、私もね、今年は、まあ、毎年、夏になると日本に実家に帰るんだけども、まあそれもちょっと諦めなあかんということになる。まあそれはいいとしても、とにかく仕事に行ったらあかんと。それがあかんでしょう。だからウイルスでですね、ウイルスで感染して咳が出て亡くなるんではなくて、もう仕事がないから、収入がないから、死んでしまう。そうなったら、困るでしょ。それから、多くの人たちが仕事を失っています。飲食店、旅行関係、航空会社、どんどん潰れるでしょ。それから、まあ、この外出禁止、緊急事態宣言されてから長いのは、イタリアが長い、一番長い。その後はアメリカですけども、もう解除も早くなってる。今が本日ね、5月の何日だ ?26 日、5月26日。
ミラノ、ロンバルディア州からお届けしています。もう何回も言ってますけども。それから、7月、8月にはね、もっと緩和されて、まあ6月ぐらいには働いてもいいよと。ただし、もしも、そこで感染者がまた増えてきたら、これも噂なんですけどもね、感染者数は、もしかしたら水増しされてるんじゃないかと言われています。で、それで政府は、我々が仕事できなくても、失業しても、関係あらへん、こうなるのかも、そういうことか。まあそうなっても、7月、8月、普通イタリアではね、大体バカンス行きます。まあ今年どうなるやら。ですからそれを返上して働く人があったり、まあでも自分だけ仕事してても、ね、巨額商売で人が来てくれなかったり、から全部ストップしますからね、バカンスでは。それでは仕事になりません。9月からまた外出禁止、緊急事態になる可能性が高い。そして12月ぐらいまではちょっと様子見て、この後はどうなるかわからない。もうどうしようかねということです。まあそうしましたら、どうしたんでしょう、どうしたらいいでしょう。はい。ということで、まあ結果まとまりませんでしたけれども、まとまりませんでしたけれども、一緒に考えましょうね、一緒に考えましょう。まあ今日までの時点の時系列のまとめ、それから裏事情、噂ですね、というのはニュースで見てるだけではよくわからないし、いろんな噂が流れてます。カンちゃんみたいに最後怒ってね、終わらせましょうか。本当にまあ、という感じですけれども、はい、今日もご視聴ありがとうございました。もし、かんちゃんの、動画だと思って、間違えて入ってきた人にとってはですね、まあ、もしよろしければ私の過去の動画もちょっと見てやってください。それから、もしもこれが面白かったら、いいねのね、高評価ボタン、この辺かな。でまあこれを機会に皆さんが、もし、これからもね、私の動画、今回の、まあ、最近動画投稿したのはですね、家で作った面白いレシピとかですね、昨日投稿しましたのはイタリアンパスタでラーメンが作れる、ね、イタリアでだからこそというのもありますけども、日本でもやってみたら面白いですよ。はい。まあそういうのをいろんな情報をね発信しますので、それから有名なシェフとインタビューしてるとか、そういうのいっぱいあります。ここもありますので、よろしければチャンネル登録、チャンネル登録もしていただけましたら嬉しいです。まあ、ということで、また同じことを言いますけれども、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございます。人がここ通って、